小石公園から見る聖画島。聖画島と由良の家並聖が島は、兵庫県洲本市由良町由良の東側の北海峡に、南北約2.5キロメートルにわたって、さすが伸びる細長い島。瀬戸内海国立公園の一部、淡路橋立とも呼ばれる。聖画、島は、 北端の新川口と南端の今川口の水路で、淡路島から約100メートル離れている。揺良港から渡し船があり、約2分で島に連絡している。島の西側の揺良案内では、ハマチの養殖が行われ、春には、潮干狩りでアサリなどが採取できる。北端の西山の東の北海峡側には、聖が、島海水浴場があり、南端の高崎には、 高崎灯台がある。また、明治29年に開設された由ら要塞の砲台跡が青山にわずかに残っている。北の青山と南の高崎はもともと陸圏島で、江戸時代初期までこれらは佐すで淡路島とつながり、ラグーンである由ら湾の湾口は青山と高崎の間で開いていた。南北両端の水路改削と旧来の湾口を閉鎖して生が、島は、 現在の沿岸州になった。この聖河島の面積は約39ヘクタール。海岸線の長さは約6.4キロメートルあるが、聖山と高崎の間の最強部は湖岸を含めても25メートルほどしかない。聖河島の西側には干潟が広がり、さすや干潟沿いに希少な海浜植物が自生し、白泉塩マネキなどの希少動物も生息している。 瀬戸内海国立公園の第2種特別地域に指定されていて、これらの貴重な生態系と自然景観の保全を図るためなどが行われている。ありがとうございます。